昔々、神様と動物と人間はみんなが仲良く暮らしている友達でした。みんなはみんなのことを助け、敬い、愛していました。敬いってなんだ？敬いっていうのはね、なんだろう。相手を尊敬するってこと。へえ、敬い。私二人のこと敬ってるよ。かなた、愛してるってのはわかるか？わかるよ！そんなことより続き読んでくれよ。うん。でも時間が経つうちに人間たちは神様のことをいらないと思うようになりました。動物たちのことを人間よりも劣ったものだと思うようになりました。人間たちは神様のことを忘れ、動物を殺し、人間同士憎み合うようになりました。神様はそれを悲しんで、殺された動物をお星様にしました。そして、自分もお星様になりました。そして、地上に残った人間たちにお願いをしました。いつまでも仲良く暮らしてほしい。私たちは、それをあなたたちが忘れないように輝く約束の星です。この星のこと、春の大三角形って言うんだ。え？本当の神話と違うけど。ねえ、東月くん、何してるの？みんなでボール遊びするんだ。お外で遊ばない？ねえ行こうよ。そう、あの頃からずっと俺が欲しかったものは誰もが当たり前のように持っていて、その価値に気づかないものだ。それがあれば。行こうよ。3人で本読んでるからごめんね。うん、誘ってくれてありがとう。じゃあ行こう。俺はこの星が好きだな。私はやっぱりこの星が綺麗で好き。かなちゃんは？いいのか？行かなくていいのか？だって、こっちの方が楽しいから。そ、三人で本を読んでたいの。そっか。ねえ、かなちゃん。これ、綺麗だと思わない？綺麗だ。いつも俺の気持ちを先回りして笑いかけてくれるあいつら、俺思うんだ。あいつらがいなかったら俺はここにいないんじゃないかって。小さい頃から体が弱くて、できることに制限があった。病弱な体、どこまで持つかわからない命。命にはリミットがあるけど、どうやら俺のリミットは他の人より早い感じがした。でも、俺はここにいていいって、あいつらが言ってくれるから、俺は笑ってられるんだ。ごめんね、かなた。お留守番できる？誰かに代わってもらいたかったんだけど、どうしても代わってもらえる人がいなくて。大丈夫だよ。留守番くらいできる。俺のことは大丈夫だから。早く病院行けよ。そうだね。いい？無理しないこと。具合が悪くなったらすぐに電話するのよ。わかってるってば。今日みんな林間学校から帰ってくるんでしょ？みんな、彼方がいなくて寂しかったんじゃないかな。来年は行けるように頑張ろうね。じゃあ、お母さん行ってくるから。ヒーローは強い。どんな大変な状況だって絶対に乗り越えて勝つ。俺はヒーローにはなれない。いつまでも仲良く暮らしてほしい。私たちはそれをあなたたちが忘れないように輝く約束の星です。仲良く暮らす、それだって俺には無理なんじゃないのか。いつかみんな
俺を置いてどこかへ行ってしまうんじゃないのか。二人とも、帰ってきたのか。あ、ただいま。ただいま。おかえり。なんだよ。かなちゃん寂しかった？涙の跡。違う！これはあくびの跡だ。よかった。お土産。あ、私も。面白い形の石。それがさ、俺が参加できないイベントではいつもこうやって何があったか話して聞かせてくれる。本当か嘘かなんてわからない。そしてあいつらは絶対に写真を撮らなかった。その理由を聞いてしまったら俺は泣くから。そしたら泣き虫って笑われてさ。それちょっと格好悪いから勘弁だ。喧嘩に勝ったって顔じゃないな。なるほど。噂には聞いていたが、体は弱いくせに強がりで生意気だ。何なんだよお前！友達にいつもかばってもらっている。友達に守られてるなんて情けなくないか？わかってる。俺は守られたいんじゃない。守りたかったんだ。この手で、大事なあいつらを、あいつを、だけど。守りたいものがあるなら守り方を覚えろ。守る手段を覚えるんだ。誰かを守る手段になるなら喧嘩を教えてやる。教えてほしくないのか？うわあ！おはよう、かなた。また喧嘩したの？別に。なんでだ？なんでそんなに喧嘩するんだ？そうだよ。別に。別にじゃない。向こうから絡んできたんだ。しょうがないだろ。どうして？あなたおかしいよ。どうしてそんなに無理するの？年を重ねるごとに体にきしみが生じる。少しずつ、でも確実に。だから俺は喧嘩に明け暮れた。体は痛むけど生きてるって感じがして少しだけ安心した。そんな無茶をやる俺を鈴谷とあいつはこうやって本気で怒ってくれる。怒られることで安心してる俺がいる。ちゃんとこいつら俺のことを知ってくれてるって。俺はここにいるって。サボってるカナタ見つけた。なんだ？何にも。サボってる奴ら発見。お前もそうだろ。弁当作りすぎたんだ。一緒に食べないか？私も食べていいの？当たり前だろ。俺がなんでサボってるかこいつらは気づいている。なのに何も言わない。このままじゃこいつらの成績に関わると思って俺はサボるのをやめた。何も言わずただそばにいてくれるだけだからさ。そばにいてくれるだけのありがたさは俺が誰よりもわかると思うんだ。気の知れた奴がそばにいてくれる。これほど心強いことはない。